うちの中華料理店はお父さんの代になってから傾きっぱなし。なのにお金遣いが荒いおばあちゃんとお母さん。でも、こんな一家をどうにかしなきゃいけない誰がそう私唯一るのがいつか必ず大きな仕事をやり遂げられる人間になるんだから私は誰よりも強い魔法少女になるそのためにはひたすら戦うのみ 早く相手を連れてきあ名前はゆい鶴のじゃあ行こうあれもしかして私強くなっちゃったこれって結構力が高まっている感じでしょう来た来たいいんじゃないの 魔法少女になって基礎体力が上がったとはいえ、これくらいやっておかないとね。よし懸垂1分間で60回成功つまり、1秒間に1回ひょっとしたら、1時間に3600回いけるかもはい、終了右足だけで立って24時間経過長かったー。つーか、これは体力よりも退屈との戦いだったかな。 でも、左足も行くかまだ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 ,まだ強くなるからね私うんうんこりゃ確実に階段登ってるね間違いない聞いて私が軽く睨んだだけで、野良猫が転がってお腹を見せてきたの間違いないねなんか私、高まっているよ、これは けどライオンをお座りさせてきたよ檻の前に立ってさ心の中でお座れーって思っただけなのにね私なんか来てるねお待ってたよよーしじゃあ行こうかせーの 私ね、朝は超強いんだ。おまけに、起きてからすぐに全開で飛ばせるから。お腹空いてきた。食べたいね、ご飯。あ、私が言ってるのは、白米そのものね。つまりライス。私、ご飯が大好きなんだ。ああ、やばいやばいお店の手伝いに行かないと。現在進行形で売り上げ落ちてるんだから。 普段からも頑張んないとね。寝る前に必ずやることがあるの。それはズバリ、自己暗示。いくよ。私は強くなる。私は強くなる。私は強くなる。一日なんて、 ぼーっとしてたらあっという間だよね。24時間って短いよ。無駄のない鍛え方っていうのも考えていかないとだね。ゆいけの命運は私の両肩に乗っ 運動名付けて「鶴の体操」いくよ腕を前から上に上げてそのまま手をついてついて100回ついて私なりの戦いのコツがあるの教えてあげるよ相手の目を見るでしょで目線を外さないでそのままダッシュで突撃中華料理は炎の料理 私のハートはいつでもファイヤーっていきたいけど、たまーに旬となって弱火になっちゃうんだよね。私の好きな言葉はね、やってみなきゃわからない出たとこ勝負だっていいじゃない止まってたって何にも始まらないしね私はやっぱりまっすぐが大好き嘘ついたりごまかしたりするのは大嫌い だから、いつだって真っ向勝負で行きたいね実際手合わせした私のイメージとしては、もも子は虎だね。で、レナが狼カミって感じカエデカエデは、うーんと、ハムスターわかってるの。私、何かに夢中になると周りが見えなくなるって。つまりそれって、 集中力があるってことでしょアキラ先生とメイユイ先生、一目見ただけで強いのがわかるよいや、本当にわかるっていつか直接稽古つけてもらいたいなー私は強いからカーツもっともっと強くなりそう負けられない これが強さの証明お